半戦スタートです。このニュークランド新所沢店さんの向かいにある、カレー屋さんに連れてっていただいたんですけれども、そこでですね、あのアミチャーハンというチャーハンをいただいたんですが、めちゃくちゃ美味しくてびっくりしました。本当にこうひっくり返るかと思いました。皆さんもぜひこのニューグランド新所沢店さんに来られる機会があれば行ってみてください。超美味しかったです。本当にもうこの興奮状態のまま、後半戦スタートしたいと思います。今はですね、150ゲーム通常なんですけれども、早くとにかく早めに当たりが飛べるように、早く貞子に会えるように頑張りたいと思います。今2連続したので、オープンゾーンで、しかも今スイカも最初に引いてますので、これはスイカからの挑戦と考えて良さそうです。まあ、分かってる中で今日2回目のスイカからのチャンスゾーン挑戦になりました。このオープンゾーン大体ですね、あ、大きい、約 35% ぐらいの信頼度だそうです。今日3回目ですね、このチャンスゾーンからのボーナス、やった約 35% ですってよ。今日はやっぱりいいのかもしれない。まあ、ボーナスは引けましたけど、ラッシュを出していきたいと思います。ダブルラインが良かったけれども、贅沢は言いません。はい、残念、今回は AT 呪縛ラッシュには挑戦できなかったんですけれども、まあ、あのボーナス、貞子ボーナスから その入るラッシュの突入率は約まあ 40% ほどだそうなので、まあ、今日の台にしては結構ですね、半分以上ではボーナスから突入してくれてますので、諦めずにちょっとまだまだ回していきたいと思います。
残念ながら3回連続放送に。これは厳しいですけれども、まあ、全国何回3回後かな、入ったところを見るとやっぱりまだ希望を持っててもいいのかなと。どうですか、寝てます、寝てた、寝てない、おお、びっくりした、あ、覚醒って言ってますよ、またもしかして
っております。お、ドジャブが来るぞ。はい、一番やばいですね。ちょっと期待できそうにないです。あ、大きい。あ、やった。ごめん、期待できそうにないとか言ってごめん、申し訳ない、すみませんでした。はい、期待できそうですね。手形が一番たとえ少ない、女の子であっても期待はできます。両隣の人とかニヤッとされる時ありません？パチンコとかでもそうなんですけど、ぼーっとなんかやっぱり、あ、次落ちるなって分かっててもぼーっと打っちゃうと、そうです、ぼーっとしてるからダメなんですよ。そうというわけで、次もあるのでね、またさっき出しちゃった分上に戻したいと思います。3セット目やってますけれども、なかなか何がすごいって、やっぱりですね、この AT 中はできるだけ何でもいいんでチャンス役をことを願いながら、チャンス役をつけるように願いながら回さないと、どのチャンス役が出現してもゲームシュート、あとトップの上乗せ、ダブルで抽選を行ってくれてるそうなので、これはですね、お、こういうなんかレア役、チャンス役が出たときはすごくその後の展開かなり気になります。ゲーム数、そしてストックダブル抽選受けられるようにチャンス役をたくさん引くことが、重要。お、あ、上乗せですね。たびたびごめんなさい。ちょっとあの手の数がやっぱりどうにもこうにも少ないと不安なんですね。まあでもあの不安でしたけれども、ありがたいことに4セット目見せていただきました。100枚近く取れて、メダルの方もですね、だいぶ戻ってきましたので、ここからこのたくさんメダルがあるときに
いかにまた早くこの地場暮らしに入れられるか頑張りたいと思います。結構調子よくポンポンと全国で来てるので、おっと、もう2ゲーム目にして全勝に入ってます。回してないですね。やっぱりこのぐらいで良かったのかな。シングルラインですが、この後のレバーでダブルゾロになるかもしれません。あー残念だ。あーこっちです。あー終わったー、びっくりしたびっくりしたけどやったー。いやーこの不意打ち感最高ですね。球を球を移します。よいしょ。はい、それでは張り切って行ってまいります。なにこれ、あ、あ、こういう感じになっただけ。よし、さあチャンス役をたくさん引けますように。おお、いきなり120枚、しかも、天国中にパッと、10ゲームほどで引けたので、さっきのと合わせるともう1000枚ぐらいドドッと、出た計算になりますね。本当に早いです。はい、今ですね、まあ、ラッシュを抜けてから102ゲーム回しました。まあ、天国モードと言われるモードは抜けたので今がまあやめ時かなと思います。なんだかんだで結構途中もみもみしたり、出たと喜んでたらこっそり持っていかれたりといろいろ駆け引きがあったんですけれども、最終的には一番
多分多い、持ちメダルで終了できたかと思います。本日はですね、初打ちのパチスロリングだったため、ちょっといろいろと、なんだろう、言葉足らずなところですとか、間違ってるところとかあったかもしれないんですけれども、大変、夏にぴったりの楽しい会でした。皆さんのお近くのモールさんにもありましたら、ぜひ行ってみてください。ありがとうございます。お疲れ様でした。いやパチスロリング、初打ちだったんですけれども、大変楽しく、大変いいところで終了を迎えられて大満足でございます。まあ、何が勝因だったのかなって、まあ、考えたんですけれども、ちょっとなんだろうな、まあ、粘ってよかったかなと、粘った結果ちょっと全然ダメだったボーナス確率もどんどん当たり、上がってきましたし、あとはなんといってもですね、貞子といったら髪の長い女性、なんか私も髪長いじゃないですか、仲間意識を持ってくれたんじゃないかなと勝手に思っております。さて、今回の結果、総投資が470枚、そして獲得枚数がこちら1525枚、もう大満足の、枚数です。そして、3枚がですねプラス1055枚ということで、もう何も言うことないですね。はい、初めて打ったリング、また打ってみたいなと、思える台でした。というわけで、なんとこの V プレス動画ウチクルさんでの、私のそう結果はこれで4連チャンでプラスなんですよ。4連チャン連続、プラス収支で終えることができております。ありがとうございます。というわけでですね、今回も楽しい一日を過ごしました。最後まで見てくださった皆さん、どうもありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。